問が。はいはい。最近 YouTube で、うん、ブログの YouTube よく見てる。ブログが？おお。勉強してんの？勉強してんの。そしたらさよくさ、うん、なんかもう何店の原因っていうか、うん、起き上がりが、うん、あ原因ですみたいな動画が結構多いな。インパクトの時起き上がる。うん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 。多いな。うん。あるんだけど、うん、それに対して嫌いプロの見解を聞いておきたいな。まあ、確かに多いね、起き上がり。多いんだ。多い。なんで起こるの？起き上がり？起き上がりをいくつか理由があるけど、まずボールに近くてかかと重心でそもそもお尻がこう引っ込んでて、うん、うん、それぐらいしかないかな。それぐらいしかってないですね。詳しく。まず一番最初言ったのはボールに近い、だいたいアイアンってグリップエンドからこういう向きでベルトのバックルに対して拳2個から1個半ぐらいがベストなの。ちなみに僕は拳2個7番アイアンでね、これぐらい。このアドレスはさ、至って多分見て近いとは感じないでしょ、普通でしょ。これどう、ちょっと近く感じるでしょ、なんか圧迫感ない。そう、こうなってくると膝が曲がってかかと重心になってお尻が引っ込むでしょ。これで力入れたらこうってなるの。そう、打っていい、こうやってこうやってなるから。そうで、これでじゃあ前傾キープしてこうやってダフるから、そう、要はつ、そうそうでしょ、地面が近いんです。そう、詰まるのよ、決まってるね。そう、インパクトが、だからある程度ボールから距離を取ってこれぐらいで構えて、そこでちゃんと親指の母指球に乗ってますかっていうことなのよ。重心がね、体重そこに乗っけてまずそのアドレスをする。でここからスイングは自由です、ただ母指球に乗ったままスイングしてフィニッシュ取ってくださいっていうことなの。まずそれやってみようか。母指球に乗ったまま、普通でしょ。そう、今のは意識もしたしちゃんと母指球に乗ろうと思って打ったから余計かもしれないけど、ああいう風な意識をかかとにかかる方だったりこう伸び上がる方が意識されてるかどうかなのよ、普段のショットからね。そう、それがすごい重要じゃないとどうしても伸びちゃう。こうやって例えばこうやって構えてたらもう後ろ行けないじゃない。それに近いアドレスを取っておけば後ろに行く確率も減るわけ。そうすると右膝も出ないし、そうお尻もこうなんないから、アドレスでちゃんとしたアドレスを取れてればそういうミスっていうのは減る。直せる直せる。できれば近く立つのとこういう遠くで打つのどっちがいいのって言ったら遠い方がいいから。そう、遠くになっててこうやって構えてこうやって打てた方がまだいい。ちょっと起き上がんない、起き上がんない。そうだからこうやってこうなって前傾キープしたまんまこうやって打った方が全然いいから。うん、まだね、こうなるより。そうだからやっぱり一概には言えないけど、あんまり猫背良くないしお尻が引っ込むのって良くない、そのボールとの距離感が変わりやすいから、はいはい、そうするとダフリトップが出やすいし力が入ると伸びやすい。なるべく固定できるボールとの距離感を作っといた方がいいんだよね。それにはアドレスだから、それめちゃくちゃ大事。そっから軌道やら何やらっていうのが始まってくるから、まずはアドレスの格好がちゃんとできてるかどうかでスイング中何が起こるかが大体分かるし変わってくる。それめちゃくちゃ大事。そしたら遠くに立って、うん、打ってみればいい。そう、まずそう背筋をピンと伸ばしてもらってお尻の位置を上げていただく。その2つをやるとまずこういう状態よね、まあ、ボールの距離は別としてこういう状態作ります。そこからグリップエンドとベルトのバックルが拳2個こうだよね。そこでグリップします。今この3つだよね、背筋を伸ばすのとお尻を上げるのとグリップエンドからベルトのバックルが拳2個、この3つでこのアドレスがなんとなくできるようになるから、ここから母指球に乗りますよって言って母指球に重心をかけて
その重心をフィニッシュまでキープ。ちょっと大げさにやってるからぎこちないけど、そう、ああいう意識を最初大げさに持つことはすごく大切だよね。これ起き上がりだけじゃないんだけど、じゃあ起き上がりが嫌だってもうはっきり一つ分かってる人がいるんだったら、起き上がんないように大げさにやってみるのよ。例えば構えてこういう、そう、起き上がらないように打ったらじゃあどうなるのってことなのよ。それでナイスショットが完璧な、例えば本当にこういう綺麗なフォロースルーを取ってナイスショットが出ないんだったら、多分起き上がった方がいいのよ。それを体のリズムタイミングとしてやってる方だから、無理に起き上がっちゃダメって言われて起き上がらないようにしたら調子崩れちゃった人ももしかしたらいるかもしれないの。そう、だから一概には言えないけども、それが全否定なわけじゃないんだよね。そうだから変な話、ボールとの距離が分かってればこうやって起き上がったって別に変な球はそんな出ないの。そう、分かってればね。故意にやってるか出ちゃってるかももちろん大事だし、そうだ、見た目気にする方もいるじゃない。俺もどっちかというとそうだから、見た目気にして打つんだったらなるべくこのアドレスの前傾をキープしたまんまの大げさなこういう格好を取ってみることは大事よね。その時に絶対今と違う格好なんだから、ナイスショットが最初から出るわけないと思った方がいい。まず形でショット、形を直してるから、その形がキープできてきたら自分のショットが打てるように練習をするだけだから、それはめちゃくちゃ大事ね、どの理論に対しても、うん、起き上がりのネタが多かった。多かった。だから、悩んでる人も多いの？いや、まあ多いと思う。レッスンなんかでもこう言われると多い、起き上がっちゃったり、起き上がるイコールフィニッシュ取れないんだよね。フィニッシュでヨタついちゃう。意外とそれってさっきも原因で言ったけど、それと匹敵する割合であるのが振りすぎ。振るから起きる。要は力みをね、うん。パターでこうやってなる人いないでしょ。いないよね。いないよね。そう、力んでないから。力めないから。いない。そう。大体フルショットなのよ。確かに。そう。フルショットで体にもちろん近いからっていうのもあるけど、体に力が入ってピンって伸びちゃうんだよね。そういう方はインパクトで伸びやすい、起きやすいんだよね。そうするとフィニッシュが取れなくなっちゃうの、こうやって。それでミスショットが出ちゃうんだよ。近いアプローチでも起き上がりはないか。近いアプローチは、そう、いい例でうちの父ちゃん、こうってなるから、うちの父ちゃんね、いい時はなんないよもちろん、だけどちょっと不安な時とか自信ない時はこうってなっちゃうから伸びちゃう。そうなんだ。そうで、それはアプローチでもこっからここの動きに対して以上の強さを入れちゃうと起きるから。そういうこと。そうそうそう。でこっからここだったら力入れないはずじゃん本当は。で理想はね。だけどそれでも打とうとしてこうやって伸びちゃう場合があるのよ。そう、それは誰にでも起こりうること。だからこっからここに対しては強くないっていう感じ。ああ、そのつなぐとか。そう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 、強くのものより強くなっちゃうの。そうそう、そしたらあんだけちっちゃい動きでもこうどうしても伸びちゃうんだね。でもアプローチは一応ちっちゃいけどショットの仲間に入る感じがするし、クラブを振り上げるじゃない、だから伸びるんだけど、同じぐらいの力のパターはほとんど伸びないんだよね。ストロークもガーンっていかないし、それは結構ある。トークイベントの時もオイルスなんですかって聞いた、うん、起き上がりだった、うん、いう人いたもん、ね、いた。だからやっぱり多いんだろうね。確かに起き上がる、うーん、ちなみに僕でもあるからね、今でも、まあ、今日もあったし、全然あるよ。あるんだ。そうだから上手じゃないから出ちゃうとかじゃないし、あ、そう、本当一流選手でもあるから。そう、変な話タイガーでも起きるからそう、そう、そうだから焦らずゆっくり時間をかけて前傾姿勢キープして直していくことは大事。やべえこれ起きてるって焦れる必要はない。あ、そうなんだ、うん、誰でもなる。誰でもなる。だからまずヘッドスピードを抑えるなり遠く立つなり、何か一個、さっき動画で言った何か一個ポイントをやってみて動画撮ったりして起きなくなってればそれはそれでいいし、でそこから徐々に自分のスピードに上げていけばいいから、うん、それをやっていただきたいポイントになります。
じゃあ今回はですね、またいきなり徹君からですね、ぐさっと鋭い質問がありまして、体がインパクトで起き上がってしまう方はどうしたらいいのっていう動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。